福祉市動物園は、北海道奥路市や館長にある動物園。1975年に開園。総敷地面積47.8ヘクタールと、ゆったりしており、北海道最大の動物園である。国内最東端の動物園でもある。動物の保護研究機関として1995年に、世界で初めて島ウの飼育下での繁殖に、 成功しており、国内唯一の島袋保護育成センターになっている。積雪機は園内に歩くスキーコースと反山が開設され、用具貸し出しも行われる。2004年から2005年に相次いで来園したアムールトラの間に2008年5月24日に3頭の子供が生まれた。いずれも貸し状態であり、市に先天性障害を有していた。 最も小さかったオスは、間もなく死亡した。他の二頭も、成長後も自立歩行困難と考えられ、動物園としての運営コスト、マンパワーなどの面から、飼育続行の可否が問題となった。釧路市長であった、伊藤義隆が、スケジュールの合間を縫って自ら来園し、保育器の中の二頭の様子を見た。授かった命です。しっかり育ててください。伊藤義隆。 市のトップである伊藤の決断により、飼育係や獣医師は一致団結して二頭に最新の飼育を続けた。オスはタイガ、メスはココアと名付けられた。串路市動物園のこの取り組み、懸命に生きようとするタイガとココアの姿には注目が集まり、来園者の感動を及んだ。串路市に所在する NPO 法人串路市動物園協会は、 募金活動、イベント開催、DVD 発売などによる支援を行った。翌年の2009年8月25日、オスの大河は喉に詰まらせた肉片を先天性障害のゆえに吐き出すことができずに死亡した。大河の死は広くメディアで報じられ、全国から死を痛む花や手紙が届き、展示室の前に貴重台が10月まで設けられた。同年11月には、 朝日新聞出版から書籍、大河とココア生涯を持つアムールトラの命の記録が上司された。2018年1月現在、9歳になったメスのココアは健在である。よたよたとではあるが自力で歩くココアは、多くの来園者から声援を受けている。ありがとうございます。